ジュンです。ナルメン通りです。はい、今回もコメント返しでございます。うんうん、ありがとうございます。はい、通りくんも攻めた発言しない宣言。ああ、もうあれもあんなゆるいゆるいちょっとした動画にコメントが来、うん、ましてね。ああ、ありがたい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そげそげ、はい、男の子、その娘みんな食いついてるよ。通りくんが可愛がっている男の子っていうね。違います、違います、違います。あの、その僕が可愛がってる男の子はもうめちゃくちゃ男な顔立ちだし、はい、めっちゃオスなんで、はい、そういうことではないです。めちゃくちゃめでておりますけどね。はい、またその言い方がね、はい、なんかね、うん、面白いなこの人。山田慎太郎さん、はい、もうすでに攻めた発言を2024年に撮影した動画でしているような気がします。したかな、どれだろう、なんだろう、うわちょっと見返してみないと分かんないな。したかな、まあもう無意識ですね。無意識ですね。はい、すいません。はい、鍋蔵さん、はい、年下の男の子をめでて、うん、夢の中でも食べる気をする、すごく面白い通りくん、はい、悪通りは捨てないでほしいですね。おお、いや、だいぶ曲がった意見だとは思いますけどね。いやいやいや、応援してくれてる。はい、でも本当にありがたいですね。うん、でもあの悪通り捨てないでと言われても、うん、別に無理くり悪口言ってるわけではないですからね。本当に思ったことをできるだけ正直にっていうスタンスなんで、はい。はい、ラーメン猫さん。はい。攻めた発言を聞くためにこの YouTube を見ていると言っても過言ではないので、今後も期待してます。ちょっと悪いファンがついてます。悪いファンがついてますよ、この動画。だってよ、大丈夫ですか、みんな求めてるよ、ここ。ローリ君もなんか前の動画で、うん、あのこのジュアンさんの YouTube の、うん、まあ、コメント欄が、うん、ちょっとその掲示板になってきてるみたいな、うん、なんかわ、それもなんか掲示板寄りになってきてますよ。なんか悪口楽しみみたいな。いや、もうクリーンに行きましょう。はい、せやにみちるさん、はい、今後のブラック通りのキャラが引き立つ、はい、見事な自虐ネタ振りでしたね、はい、お見事、はい、今年も特別期待してます、はい、ちょっと今ゾッとしたんですけど、うん、このブラック通りって書いてくれてるじゃないですか、うんうん、そういえば僕一風堂の時に、うん、あのブラック通りっていうキャラクターがいました。何さん、いましたって、なんかみんなに、うん、通りさんって黒いよねみたいなことを言われて、でなんかそれ僕面白がっちゃって、うん、なんか普段名札をしてるんですけど、うん、それの名札をちょっと別のタイプの名札をつけた時は、うん、今日は僕ブラック通りですみたいな、そんなことをやってたなって、だから僕独立する前からこんなだったんだなって黒かったんだね、はい、思いました。もう根っからですねこれは。はい、はい、はるさん、はい、ますますな生の通りさんを見たくなる動画でした。あ、長野守のデザイン店が東所沢であるので、はい、ナルメンさんが、うん、ラーメン岡キッチンに出店している期間を狙っていきます。あ、ぜひ。いきなり席数が少ない本店に行くのはまだ怖いです。まあ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 、はい、これいつ出るの。ですね、これもちょっと一言いいですか、うん、あのですね、うん、今月2月の14日から18日の5日間なんですよ、はい、でオファーをもらった時に、うんうん、そのラーメンウォーカーキッチンの方が、うん、2月14日なので、うん、ちょっとチョコレートラーメンを、うん、出せるお店を探してるんですと、うん、で、去年はパパパパパインさんにお願いしたんですと、で、他に誰かいるかなって考えた時に、うん、まあ通りさんが思い浮かんだんですって、うん、はい、言ってもらったんですけど、うんうん、あなたの周りはもう変態なラーメン屋しかいないんですかっていう。チョコレートラーメンをできそうな、はい、完全になんか面白枠じゃないですか。まあそんなんでちょっと声かけていただきまして、まああのね、パインさんのね、次っていう形でちょっと、はい、今回チョコレートラーメンを出させてもらいます。それだけで行くの。あ、さすがにあの普通のラーメンもあります。ああ、普通のラーメン、はい、普通のってないじゃん、ここの普通のラーメンが。
ないんですけど、うん、もうとにかくチョコレートラーメン作れる人がいなかったんでしょうね、うん、あのそれでもいいから全然やってくれって、うん、言われて、はい、で一応まあ豚骨魚介を出すんですけど、あ、そうなんだ、はい、ね、その期間中は毎日向こう行くのっていうか、まあ、これ別に言っていいと思うんですけど、うん、一応その従業員は泊まれる施設っていうか、うん、そういうものが用意されてあるんで、まあ、泊まり込みでっていう感じですね、はい、だその間ラーメン食べ歩けないじゃん。そうなんですよ。いやこれ結構本当にそうで、前ね、過去に2回出させてもらったことがあるんですけど、あるんだ、はい、まあ、そのうちの1回は本当に単発で1日ポンってやらせてもらっただけで、うん、もう1回目は結構長いこと同じぐらい、うん、1週間弱やらせてもらったんで、うん、まあ監禁状態なわけですよ、うん、食べに行けないわけですよ、しかもね、東所沢なんで、あんなところね、はい、だからもう禁断症状出ちゃって、コンビニのなんかラーメン二郎みたいなやつ買って食べてましたもん。あんな普段絶対食べないのにもう涙出るぐらいうまかったっすね。つらい、はい、だからもう今回もう1週間食べれないわけですよ。あら、排水減っちゃうじゃん。そうなんですよね。だからその分今めちゃくちゃ回ってます。はい、はい、ただのラーメン好きブログ、タカさん、はい、違いますよ、うん、気をつけて、一旦頭で考えてからの発言を道理君には求めておらず、なんかそんな人ばっかだな。その危うさが魅力的なのです、はい、おそらくはジョアンさんもそうだと思います、うん、でもそれだけでなく、うん、僕今踏み込んでますよ的にごまかそうとする笑顔と笑い声がセットで魅力的なんです。あー、なるほど、嬉しいな。勘違いしてはいけません、うん、部課長の天然素材の通りくん、バレ通りくんがいい。いや、いや、はい、はい、どうでしょう。そうですね、うん、なんか世の中の部課長ラーメンっていうのはね、うん、なんか部課長の方がこういいもの、うん、課長を入れるのは悪っていう感じですけど、僕の場合はもうそういうものを入れるなと、部課長のままでいろと、はい、なんかすげえ嬉しいですよ。すげえ嬉しいし、否定もしないんですけど、マジでよっぽど性格悪いやつだなって見てるんだなってみんなみんなそう見てるんだなって。いや本当その通りだからね全然いいんですけどね、嬉しいですよ。でもいやー嬉しい嬉しい、はい、ちょっともうせめて発言しない宣言撤回しましょうかね。早いいや本当早いですね。はい、次デブちゃん、はい、道理くんの出現の矛先が私に向かわないかなと期待していたんですが、はい、封印ですか、はい、寂しいですね。あえ、デブちゃんってあのデブちゃんですよね。あのデブちゃん。いや言えないっすよそんな。だってもう言っちゃ悪いですけど一番敵に回したくない人じゃないですか、はい、解散って、はい、いや言わないです言わないですそんな、はい、でもまあでもあれですよね、プライベートでジュアンさんにちょくちょく言ってますよね正直だからあれやんないでくださいね。なんかLINE をスクショしてSNS に上げるとかマジでやめてくださいね、あれ本当にもう僕この世界にいられなくなりますからはい、あっち、はい、ポンさん、はい、次にナルメに行く機会を作れた時は、うん、不愛想な接客をする通りさんを観察するのを楽しみにしていたので、うん、これからもブラック通りさんのままでいてほしいです、はい、好感度あふれる接客をする通りさんなんて見たくありませんそれはもうこの人は本当におかしいっすよいやだからね、前世紀の品そば屋とかロックンとか行って興奮するタイプの人なんですかね。はい、次、バイタツさん、はい、誤解を恐れずに言えば、うん、と、うん、自分のことを棚に上げれば、うん、の2つのキーワードを使えば、うん、自由に喋って大丈夫だと思います、うん、誤解を恐れずに言えば、うんうんうん、おーうまいっすね、この人、ね、いやもう本当にこれ道理君の得意技じゃん、はい、得意技じゃない、はい、うん、いや偉いもんで、うん、僕意識して使ってないんですよこの言葉って、うん、なんか身についちゃった自然にこのジュアンさんの YouTube に出させてもらうようになってもともと全然
然口癖でも何でもないですもん、うん、こんな、うん、怖いっすよ。自分のことは棚焼きで言いますけど、ちょっと使っていきますね、はいはい、だからもう無自覚です僕これ、はい、怖っ、ね、セアリミチルさん、はい、まあ見方によってはドーリさんも、うんうん、ジュアンさんの可愛がっている男の子と言えなくもないな。そうだからまずこんなニュアンスでそういうニュアンスです、まさにまさにそんな感じなんですよだから別にやましい関係じゃないです。 あとその子ですね、もう就職しちゃったんですけど、うん、今度のラーメンウォーカーキッチンに、うん、土曜日のお昼と日曜日だけ手伝いに来てくれるんですよ、うん、はい、だからそれが多分その子と一緒に厨房に立てる最後のチャンスなんで見れます。ちょっとお披露目じゃない、ドーリ君の可愛がってる男の子、そうお披露目お披露目あの気になってる方ぜひ東所沢、はい、土曜日のお昼と日曜日は多分まあ結構長い時間いてくれると思うんで、17、18ですね、はい、ぜひぜひ、この子がドーリ君のあの子か、あの子かはい、もうぜひ見に来ていただきたい。どうするダオタみたいなおじさんにその子がジロジロ見られてたら、はいはい、なんかその子がラーメンウォーカーキッチンって、うん、あの店主と写真撮れるんですよ、うん、はい、うん、で、そういう職権があるんですよ、うん、もしかしたらその子と写真撮りたいっていう人が現れるかもしれないですねすごいな、はいはい次、ドーリ君と明けおめ雑談のコメントに対するアンサーという動画にまた、コメントがいろいろ来たので紹介していきたいと思います、はい、お茶の水新幹線さん、沖縄そばについては、うん、石上氏が監修していたラーメン発見伝で取り上げられていたので、うん、ラーメンとして認識しました、うんうんうん、ちゃんぽんも煮込みラーメンが存在する以上ラーメンとして認識しています、うん、ちなみに私は30代です。おお、じゃあ年齢近いのかな僕、うん、うん、まあね、まあ、この人、まあ、石上先生の影響かな、うん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 、うん、そういえば、ね、僕もラーメン発見で、うん、でその沖縄そばかの回読んでますけど、うん、僕は沖縄そばはラーメンじゃないってカウントしない派だったので、うん、同じ本漫画を見てる人でもこうやって違うんだなって今思いました。しかもね、年代も近くて。そうね、うん、もうね、はい、ホワイトさん、はい、ジローのブレって何なのですかね。お、家系は作り方からしてブレるのは分かりますが、うん、ブレについてのお店の考え方の動画を見てみたいです、うん、他の飲食店でブレみたいな話ないですよね。うーん、ジローのブレ、まずジローのブレってさ、はい、結局ジローもさ、はい、継ぎ足しじゃん、はい、だからブレるよね、うん、だと思いますし、ね、まあこれ分かんないですけど、うん、豚の出数によってね、そうそうそう、はい、ね、昨日すげえ豚出ちゃったな、だからまあね、まあ作り方、まあ大体みんな知ってると思うけど、はい、二郎で豚とよるチャーシューのお肉をスープで煮て、うんうん、お肉の出汁をスープに出すっていうのが、うん、まあ、基本的には二郎の作り方なんで、うん、その豚がいっぱい出れば、うん、ね、お肉をいっぱい煮込めるし、うん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 、豚があんま出なければそんな煮込めないしってこともあるし、うんうん、まあ、ジローはもうブレるよねって当たり前だよねっていう感じはあります、はい、うん、だからジローを食べる時の一つの楽しみって、うん、肉の旨味がどれだけ出てるかっていうのを、ね、そうそうそう、ね、うん、見るとちょっと楽しさが一つ増えるかなっていうのは、ね、うん、ね、骨の、ね、旨味じゃないもんね、うん、ですね、うんうん、その上で濃いなとかシャバいなとか、うん、いろいろ言ってるから、うん、うん、ね、まあ、ブレるかなと思います。で、まあ、ブレについてのお店の考え方でどうなの。うーん、お店の考え方か、これは多分、うん、まあ、まあ渡辺もそうかな、もう僕もそうだし、うん、そういうタイプのラーメン屋さんと、うん、それこそ家系とか二郎系やられてる方で、うん、もう根本から考え方違う気がするんで、我々がそのブレに対しての考えをここで言ってもやっぱり全てのラーメン屋さんに、うん、当てはまる話じゃなくなっちゃうから、でもまあ突き詰めたら面白いと思います、ね、まあだから今のね、やっぱりうちの渡辺もそうだけど、はい、取り切りっていう作り方だと、うんうん、やっぱりブレはを気にしてるお店が多いかなっていうのかな、はい、
やっぱそれに対して昔のお店とかさ、うん、なんか普通に取材でさ、はい、うちは昼はあっさりで夜はこってりだからねみたいなことを言うお店もあったじゃん。はい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 、はい、あれって多分材料がもう入れっぱなしで火にかかりっぱなしだから、うん、夜はちょっと濁ってくる、うんうんうん、でこってりになるみたいなことだと思うんだよね、うん、もうあとだし、まあ動物系でも、うん、まあ魚介系でもいいんですけど、うん、出汁の出方が素材によってもブレがある、うん、でそのブレを良しとする店主さんもいれば、違う、ねね、材料をブレンドしてどうにか安定させようっていう人とで2タイプいるし、そうまあね、本当ね、うん、もうね、誰のインタビュー何で聞いたか覚えてないんだけど、はい、すごい僕にはない発想だなと思ったのは、はい、味はブレた方がお客さんを飽きさせないためにいいんだよっていうのをなんか読んだか聞いたことがあって、そういう考え方もあるのかと思ってさ、あ確かに確かに、あ誰なんだろうな、ね、誰だったかなちょっと覚えてないんだけどさ、ほーと思って確かに、でも常連さんとかが多くてね、そんな雑誌とかインタビュー受けるぐらいに有名なお店だったら、うん、その考え方ありですね、確かにね、うん、でいや今日の出来はこうだねみたいなのを常連さんが楽しむみたいなのもあんのかなと、うん、だからもう本当にこれお店によって違うと思います。そうですね、はいはい、はい、次渡辺翼さん、はい、自分も通りさんと一緒で非入荷、うんうん、デロ、くたづきなので、うん、京急川崎付きです、うん、ブレの範囲でも入荷しないので、あとは初代助手さんのイゴッソーですね。イゴッソー食べたことある？いやないんですよ、もう宿題店ですね、はい、すげえ行きたい、ね、去年かな、はい、にもう本当に十何年ぶりに食べたの、うん、めっちゃ美味しかったの。マジか、絶対行かなきゃ。めっちゃ美味しかったの、はい、そんなにですか。ここ数年の二郎系の中でも、はい、やっぱ3本の指に入るかなっていうぐらい美味しかったの。マジか。そう、やっぱり昔のお店だから、やっぱりこの昔のね、こっちの、うん、あんま入荷してない系で、うんうんうん、行きてー。マジなんで今月に限ってラーメンウォーカーキッチンなんだこれ絶対ウォーカーキッチンの人見てたら絶対やばい絶対嘘です、冗談ですからね、マジで冗談ですいやでももう本当にできるだけすぐに行きます、だからラーメンウォーカーキッチンでさ、はい、だんだんさ、はい、ラーメンが食べれなくてさ、はい、こうテンションが落ちていく動力になってくるのかなだんだんこう不機嫌になってくるのかな、はいはい、だんだんあーピリピリするかもしれないですねでも一応あれですよ、ちゃんとよそ行きの接客って言うと言葉変ですけど、うん、すげえ真面目に接客やるつもりなんで、はい、もしかしたら終盤はすげえなんか、うん、ブスーブスーとしてるかもしれないですけど、間間って言われて、はい、は？とか言わないです、言わないです、はってラーメンウォーカーキッチンさんにそれこそご迷惑がかかるんでもしくはその男の子が全部接客やってるかもしれないですねはい、はい、次安野さん、はい、自分はちゃんぽんと沖縄そばはラーメンじゃない、うん、担々麺とタンメンはラーメン派閥ですね、うん、石上ボンは直撃世代ではなく、うん、ギリギリかすったくらいの世代です。うーん、もうまず僕と一緒だし、同じぐらいのかな、うん、世代も近い可能性ありますね、ね、うん、だそうです、うん、とか担々麺とタンメンをラーメンに数えない人もいるのか、はいはい、いるんじゃないですか。そっか、僕は数えてる。うーん、まあそもそも行かないかもしれないし、うーん、まあね、どうでもな、ああ、これじゃあ、まああれだな、はい、僕さ、はい、四川料理屋さんとかでさ、はい、まあ飲み行った時か、うん、とかにさ、うん、締めに例えば担々麺食べるじゃん、はい、僕それでカウントしないんだよ、ね、あ、しないんですねそれしないの、なるほど、そう、なんでなんだろう、普通に担々麺だけを食べに行った場合はするの、はい、うん、なんだけど、なんかそう、四川料理の店で締めの担々麺はね、なんかね、入れてないな、やっぱラーメン屋じゃないからってことなんですかね、かな、ねえ、あーなんか、あのーうん、
アスカでしたっけ、うんうん、渋谷とか、うんうん、まあもうちょっと新しいと、うん、あの汁なしのアウンとかみたいな専門店って割とさ最近っていうかもうその今挙げたような店とかぐらいからですよね、うんうんうん、それもやっぱ世代としてあるのかなって。だから逆に、今はもう当たり前にそういう担々麺専門店とかあるけど、うんうん、若いラオタって、うん、そこかすってない人結構いると思うんですよね、うん、僕アスカ行ってないんですよ。でなんなら去年五ノ井、五ノ井去年初訪問ですみたいなので、レンゲのごとくは食べてます。割とそれは早かったと思います、できて、うん、だから全然そういう担々麺専門店に僕行ってないですね、うん、僕でも、はい、だからあのカウントしないっていう人は全然いるんじゃないかなって。なんか、ね、そもそもカウントどころか行ってない、食べてない、うん、人もいるんじゃないかなって、ね、はいはい、はい、次チャーシュー乙女さん、はい、歌舞伎町の深夜営業している薬局のものです。あ、ありがとうございます。あ、なんかよく行くんですかそう、あのね、はい、僕のね、ツイッターにもともとね、はい、なんか、いいねくれたりしてた人で、はい、で、そのアイコンにね、その薬局名とか書いてあったから、あ、なるほどなるほど、歌舞伎町に行った時にね、うん、ちょっとね、挨拶しに行ったことがあってなるほど、渡辺志腕ですいつもいいねありがとうございますってなるほど挨拶しに行ったことがあって、じゃあで渡辺もちょこちょこ来てくれてるの、うん、あ、なるほど、うん、ですね、はい、清田さんの食べ歩き動画、うん、清田さんの感想とジュアンさんの感想とお互いの感想が分かって、うん、あれだけ食べ歩きをして切磋琢磨していたらお弟子さんも独立したらみんな成功するなと思いました。うん、周年でジュアンさんが店頭にいらっしゃった時を伺ったのですが、うん、清田さんがほらジュアンさんがいることで狙ってくる人いるんですよとおっしゃっていたのが印象的でした、うん、需要って当人もわからないことがあるんだなと私自身勉強になりました、うん、はい、ありがとうございます。これジュアンさん言ってましたね、なんか、うん、お正月営業やったら、うん、こうジュアンさん目当てで、うん、来る人が多いのにびっくりした。要はラーメン目的もそうなんだけど、うんうん、もうジュアンさんを見たい会いたいっていう人がこんなに来るんだっていうのを驚いたって言ってましたけど、うん、それはいますよっていう。だから僕チャーシュー乙女さんと同じ意見です、うん、それはいますってっていう、はい、だからまあそれと同じことを清田さんにもやっぱり言いたいですしね、はい、需要ありますよね、うん、僕清田ファンですから、はい、毎回こんな僕の食べ歩き動画見る人いるんですかとかって言いながらさいますよいますよ、だって僕こう、うん、まあ、あるルートで 手に入れた清田さんの写真を見ながら昨日飲んでましたもんいい笑顔だなっつってあれあれマジで僕男好きなのかもしれないもう今そういうの言う時代じゃないんです ね、時代が違うからすいません、はい、もう、はい、こういうの言わないようにします、はい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 、杯数を重ねて経験を積まないといけないというお話、はい、大変身にしみました、うん、私もまだ訪れたことのないお店を積極的に回るようにしているのですが、うん、1点悩みがあります。お、店名を伏せますが私のお気に入りのお店がよく限定メニューを出しているため、うん、未放店の開拓よりもそちらに伺ってしまいがちです、うん、しかも限定メニューによりバリエーションがあることも多く、うん、昨年のある限定では、うん、醤油味と塩味、うん、それぞれの無課長バージョン、さらには裏メニューと5種類もあり、うん、開拓どころではありませんでした、うん、似たような、ね、悩みを持つラーメンファンの方もいらっしゃるのではないかと推察します、うんうん、皆様どのように折り合いをつけていらっしゃるのでしょうか、うん、これ渡辺のことじゃないですかありがとうございます大変ありがとうございます、だって大変ありがとう
ありがとうございます。醤油味、塩味、はい、それぞれ無課長バージョンとかそんなんやってる店がいないっすからね。これ北方だね。北方の醤油塩やってその無課長やってみたいな。確かに渡辺は、うん、マジでな悩みの種です、あそこで。あの同じ話を何人かとしてます、うん、うちのお客さんでも、うん、すげえ食べ歩いてる人も、うん、あの渡辺の限定結構しょっちゅう行く人多くて、だからね、多分まあね、別に文句は言わないですよ、もちろん、うん、言わないけど、僕はそう聞きながら、ああ本当はもっといろんなとこ行きたいのかなとか思ったりとか、うん、意外とね、コレクタータイプの人が、うん、渡辺リピートしてるような気がします。そうそう、はい、まあ僕もね、しょっちゅうではないんですよ、やっぱこれだっていうのは行きますし、うん、あ、それこそあの長田さんとかも、あ、もう背脂多分両方制覇してんじゃないですか、今やってる。あ、そうなんだ。おそらく、まあ、はい、何も連絡を来ないから。そう、うん、だからあの人も結構食べ歩いてるタイプの人なんですよ、うんうん、でもやっぱりこうやって何回もリピートしてるから、うん、でもどういう目的でっていうのはありますね、うん、その長田さんだとやっぱりそれがそのまま経験値になるから、うん、いろんなお店行かなくてもいろんな限定やってくれる店だったら全然リピートして自分の糧になる、ね、でもまあ単純にラーメンオタクだったら、うん、まあどうなのかなっていうのは分かんないですけど、うん、まあねまあね、はい、まあ、来ていただくの大変ありがたい話でございますが、うん、まあいろんなお店も回りましょう。あーですね。なんかそういうことを言うからモヤモヤってするんですよ。あー面白いな、はい、せやにみちるさん、はいはい、ラーメンの話から若干ずれる可能性はありますが、うん、道理さんに人生相談するような会があってもいいかと。どういうこと？これまでも売り上げが伸びなければ店に住み込めばいい、うん、回数稼ぐにはラーメンしか食べなければいいなど、はい、一般常識の斜め上を行く発言には目から鱗が落ちる思いでした、はい、最近の可愛がってる男の子、はい、娘の出現など恋愛観にも興味がありますのでぜひ。ちょっと咳込んじゃった。いやいやいや、とんでもないっすよそんな。だからこれあれね、だからその前回かな、なんか話したさ、はい、しくじり先生みたいな会をちょっとやろうって思ってるんで、うんうんうん、はい、まあそこでね、いやー面白くなるかなー。いやーなんか面白くならない気がしますね。はい、僕だって自分のことを普通だと思ってる上に、うん、僕数多くのコンプレックスを持ってるんですけど、その中の一等賞が自分が普通であること、それが一番のコンプレックスなんですよ、うん、だから僕は自分のこと普通だと思ってるから、ね、その斜め一般常識の斜め上を行く発言って、うん、斜め上なんだってそうだね、あーなんかちょっとやべ、なんだろう、人生観変わっちゃうかもしれないこのYouTube きっかけに。ああなるほど、そうですね、はい、まあでも、はい、なんかご期待に応えられるのであれば、そういう会はぜひぜひ、はい、お願いしたいなって光栄ですよ。はい、はい、私も沖縄そばはラーメンの杯数にカウントしますが、うん、言われてみれば初めて買った石垣本に大田橋の首里製麺が載っていたからかもしれません、うん、あーやっぱ影響力あるな、ね、石垣先生やっぱりあるよね。うん、はい、次アモンさん、はい、自分は沖縄そば、ちゃんぽん、二郎系は完全否定するわけではないですが、うん、言葉にするときに限ってはラーメンではないと思ってます、うん、ラーメン食べ行こうって連れてかれたお店が、うん、ちゃんぽんや二郎だとんって思うぐらいの感じです。あーすごいいいニュアンス、うん、なんかわかるなーなんかすげーわかります。ラーメン行こうって言われて、うん、ちゃんぽんだともちろんえってなるし、二郎でもちょっと違うかな、うん、はい、うん、なん、うん、ちょうどいいっすねこれ例えとして、うん、なるほどって思います。うん、なるほどね、うん、はい、二郎だとうんって思う感じなんなんでしょうね。なんかこれでいくとさ、はい、
中本もそんな感じしない？もうまさしく中本はラーメン行こうって言って中本だとうんじゃない？おいおいおいだと中本って言えよって話に なりますなります。はい。だってもう究極言うとつけ麺でもんって思うかもしれないですもん。ああ、はい、まあね、まあそれつけ麺しかない店とかだったらね、はいはい、えつけ麺じゃんって思います。まあそうですね。なんか違う話になってるけど、まあね、まあまあまあもううん、ありますね。でもそれってすごいことっすね。唯一無二ってことだから、ね、やっぱ中本とか、うん、すごいっすよ。はい。はい、富坂さん、はい、昔数回行った、宿河原の丸福のように、うん、ちゃんぽん提供しているラーメン店もあるんで、うん、ちゃんぽんはラーメンにカウント、沖縄そばは厳密に言うと違う印象。うん、うん、そうね、うん、なんか、うん、この元の動画だったかな、うん、で判明したちゃんぽんは排数数えないのに、うん、ライライライは入れるみたいなのと同じ感じなんですけど、僕もラーメン屋さんでラーメンも提供してて、うん、ちゃんぽんも提供してるって店で、うん、ちゃんぽん食べたらなんかカウントしちゃう気がしちゃいます。お、はい、まあ、さっきのその逆ですね、うん、ジュアンさんの中華料理屋っていうか、うん、はい、そういうところの締めで食べた担々麺を入れないとか。でもそれでいくとさ、はい、じゃあ僕、ま、間違ってたらごめんなんだけど、はい、今沖縄でさ、はい、ラーメンと沖縄そば両方出す店出てきたよね。あー知らないです。あもうってなるともう沖縄そばラーメン入れますね。堂々とカウントする、はい、だし初訪問で多分沖縄そばを頼む気がします。うーん、だからぐらいなんか曖昧なルールですね、僕の中では。うん、うーん、だね、はい。、はい、ラーメンにカウントするか否かは別として、うん、九州の地方都市あたりで提供している店もある、あ店もある、豚骨ちゃんぽんが大好きです。ああ、そうこれさ、うん、多分あんま知らないよねとか食べたことないよね。まあ全然食べてないです。そうだよね、はい、九州行って、はい、結構びっくりするのがね、はい、ラーメン屋さんにねちゃんぽんが置いてあるの。へえ、もう僕がイメージするちゃんぽんでいいんですかね。だから豚骨スープがベースのちゃんぽん。でもそうかそうか、スープはそうか、なるほど、そう、あ面白そうで、結構九州の人なんかちゃんぽんって言うとさ、なんか長崎のイメージあるじゃん、はい、うん、あります。でも佐賀とか福岡とかね、熊本の北の方とかね、割とね、ラーメン屋さんにちゃんぽんが置いてあって、はいはい、でちゃんぽん結構人気だったりしてさ、あそう向こうの人好きなんだなと思って、うわーなるほど。だそういうこと考えるとやっぱちゃんぽんって完全 にラーメンかなって気もするよね。うん、確かに確かに、うん、確かにそういう店でちゃんぽん頼んだらちゃんぽんカウントしそうだし、うん、今ふっと思い出したのが、うん、今、広島の尾道の、うん、今州ですかね、うんうん、州花園、うんうん、が焼きそば確かありますよね。だった頼んだことないからどんなビジュアルなのかも全く分かんないんですけど、焼きそば確かメニューにあった気がするんですよ、うん、じゃあカウントするすんのかなって自分が食べたら。焼きそばはさすがにしないな。でもこれさ難しい問題っていうかさ、はい、まあね、それつなげていくとさ、はい、じゃあ焼きそばとね油そばの違いってどこにあんの、うん、みたいな話になっちゃうじゃん、うん、ですよね。油そばはカウントするでしょ、ラーメン、はい、します、全然します。 でも焼きそばは迷うし、はい、でしょ、うんうん、でもラーメン店なんですよ、もう、うん、なんかその町中華とかでもない、もう完全にラーメン店だから、これをどっちに入れればいいのかなっていう。焼きそば僕入れないなぁ。あ、じゃああれはあ、焼きラーメンは入れますよね、あの福岡とかの。いや、僕そう、今もう焼きラーメン僕ね、はい、そもそも焼きラーメン食べたことがない。あー、まあ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 、うんうん、だって福岡行ったら絶対ラーメン食べまくりますもんね、うん、うん、確かにたどり着かないというか、なんていうか、うんうん、食べたら入れるんすかね。あれは青森とんだっけ、どっかのさ、はい、焼きそばのスープありのやつ、あれスープ焼きそばっていうんだっけ、なんだっけ、知ってます知ってます、一応存在は食べたことないですけど、うん、いやそれはちょっとあれ僕ね、入れたかな、ちょっと僕食べたことあるんですよ。なるほど、なるほど、食べたことあるの、はい、
どっちから入れたかな。面白い。うわあ、それはぜひ思い出してもらいたいですけどね。どっちだったかな。どっちにする？あのスープ、スープ焼きそばみたいな。いや、僕は入れない気がしますけど、ただ味もまだ分かってないし、いや、僕は焼きそば味なの。ああ、でも、見た目的には全然、まあラーメンじゃん、はい、だって究極言うとソースラーメンがありますから。そうそうそう、ソースラーメンなんだ。あ、入れちゃうかもしれない。なんか最初そのね、存在を今言われたら入れないと思いましたけど、実際食べたら入れる可能性ありますね。うん、僕だってソースラーメンの食べ歩きとかもしてるし、はい、好きなんですよ味は。あ、そうなんだ、はい。うーん、うわ、これ結構スレスレの麺料理ってありますね。あるね。はい、おもろ。はい、バイタツさん、はい、今回の動画内にありました、ブレの話が気になりました、お客側なのでどうしてブレが発生するのか謎です、食材なのか作り方なのか、暑い寒いの季節なのか、お客の体調か勘違いなのかとかどうか、渡辺さんやなるめんさんでもブレは発生するものなのでしょうか。はいはい、すると思います。します。はい、はい、あとこれ結構話題に上がりづらいんですけど、まあ、ラーメン屋は分かってるかな、お客さんの体調、これすごく大きいと思います、やっぱ、それによって感じ方が違うし、要は我々ラーメン屋さんが毎朝、味見をするっていうのはそういう意味合いが強いと思うんですよね、時期によって、時期っていう気温とか湿度とか、そういうのによってやっぱ味の感じ方変わるから、もちろん材料作ったもののブレっていうのもあるんだけど、それ以上にお客さんの体調面が、大きいかなって思いますね。よくさ、嘘だと思うっていうかね、信じてないんだけど、昔あの石上先生が、毎日自分の今日の自分の体調とか舌の状態を確認するために、まず起きたら水を飲んで、あと塩かなんかを舐めて今日の舌の状態を確認するみたいなことをね、テレビで言ってたか、本に書いてあったかしてたよっていう、まあ、信じてないけどね、それやってるのは。まあ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 、だからまあそれぐらい、まあ本人的にもやっぱり、その日の体調だったり、自分のコンディションでやっぱ、感じ方も変わるっていうのは分かっているってことだよね、そういうことを言うってこと、そうですね、あとこれこそラーメン屋さんじゃないと分からないんですけど、これすごく面白いのが、やっぱ会員率が日によって違うんですよ。違うっていうか、会員する人がすげえ多い日とか、まあそこまでいかなくても今日はすごいみんなスープ飲むな、逆に残すなっていうのが、同じ味で提供しててもあるんですよね、だからそれぐらいなんかなんていうんですかね、多分汗をかいた量とかいろいろいろんな要素が、あると思うんですよね、はい、面白い、はい、次富吉さん、はい、ここ 2,3 年で本格的に食べ歩きを始めた駆け出しラオタです、僕もです、はい、そうだね、はい、ちゃんぽん沖縄そばを杯数に入れるか論争については、一昨年発売したトライ全国版にてどちらも掲載されていたこともあり、あ、見落としてる、あの名だたる審査員の方々がラーメンだというのならそれはもうラーメンなんだなと自分の中で納得し、杯数にカウントすることにしました。だって、あ、僕気づかなかったです、ね、僕もちゃんと見てないから、まあ、僕も正直ちょっとパーって見てそれっきりだから、ね、あれなんですけど、ね、ちゃんと沖縄そばもしてるんだね、ちょっと後でこれは見てみようかなと思いましたね、まあ、載せてるんだったらもうラーメンでいいんじゃないですか、そうですね、堂々と、だから、ね、誰かから何か言われても、だってトライ全国版に載ってるんだよって言えば、だから、ジュアンさん世代でいう石神本に載ってたから、我々世代だとトライに載ってたからっていう、はい、もうね、十分な理由付けだよね、ですね、はい、M 田中さん、はい、先日、なるめんさんでつけ麺いただいて大変美味しかったのですが、はい、治って
動画待ってますと言いそびれました。ああなるほど。もう少し勇気が必要かもしれませんが、うん、次こそはと思いまた通わせていただきます。あーもう今のガーでドキッとしちゃうなんかやっちゃったかな、やらかしたかっていう。あでもありがたい。うん、あ全然あの声かけてください。本当にあえとこんな愛想よく返す返します。あ、の一つ言えるのは恥ずかしそうにする可能性はあります。なんかちょっと人見知りが発生する可能性はありますけど、あのわざわざ話しかけてくれた人になんかムスッとした態度は取らない。さすがに。だからもっと言うとムスッとしてて気難しそうな顔してても話しかけられたらもうニコって笑いますよ。口角上げて。はい。いやもう別にそうぐらい、はい、普通の人間ですよ、はい、普通の人間ですから、はい、そうです、怖がらずに声をかけてみてください。はい、はい、まあこんな感じでまた動画のコメント紹介してみました、うん、またいろいろもらえると公開せるので、はい、コメントお待ちしております。お待ちしております。では